なんか写真とかどうしてよかったんだろうな。先輩、昨日眠れました？眠れるわけないでしょう。ですよね。あんな目の前で幽霊だって、あれマジで現実だったんですかね。お前ら今まで散々張っとるやんけ。確かに暗い間はリアルだったんだけど、日が昇るのを見てたらもしかしてあれはって。でも3人とも見たんだよ。ねえ、ミカちゃん、ケイティ君、その自殺した、たたらきみひこ君か。たたらきみひこ君って何か部活に入ってたの？確かバスケ部で自殺する直前に辞めちゃったって聞いてますけど。バスケ部、夏やめ、私とのじゃん。なんかそこでも扱いひどかったらしいですよ。クラスも一緒のやつが二人いて、S と K って言うんですけど、そいつらが一番めちゃくちゃだって。PK とか当たり前で、募金とかもさせられたみたい。そこまでされて抵抗しないわけ？抵抗できるくらいならいじめられたりしませんよ。周りの子は誰も止めなかったの？それを期待するのは酷だって。次の日から自分がターゲットになるって覚悟できます？他人のためにそこまでできるやついませんよ、普通。で、誰も助けてくんないから自殺して霊になって復讐？どっか歪んでるよ。だけど、そんな風になっちゃった理由って何かあるはずじゃない？ねえ、もう少し調べてみようよ。彼のことを知ってる人に聞くとか。怖がれるだけじゃ彼報われないよ。まあ、なんか幽霊になったのは復讐じゃなくて他に理由があるかも。深入りしない方がいいと思うけど。証言1、1の C、女子バスケ部 A さん。マジか、キャラクターか。素晴らしいですか。幽霊が出るってはさ、知ってるよね。少しは。その噂、信じる？わかんない。でもみんな、幽霊になってもおかしくないって。クラスみんなでいじめてる、いや、ごめんなさいね。いじめてたって、ほんと？別に、そんなつもりじゃん。あんたも？だんまりか。別に責めてるわけじゃないよ。ただ、D 君がどうして自殺するほど思い詰めたのか、それが知りたいの。D 君って、どんな無知されても、ヘラヘラしてて、殴られても笑ってるし、なんか気持ち悪いっていうか、別に嫌がってもなかったし、だから。みんなでいじめてたってわけ？別にいじめるとか、私らは殴ったりしてないし、近づくらいはしてたけど。あんたね。もういいですか？この話、あんまりしたくないんです。どうして？一言じゃないから、一応。責任感じてる風なんじゃないんですか。俺の嫌なとこは出ちゃうわ。証言に1の C 文芸部 K さん。うわ、これどうすればいいんだろう。その話やめてくやめてください。こういうのリパートリーがありませんね。どうして？自分のクラスの子でしょ。あんなことになるなんて思ってなかった。幽霊のさ、知ってるよね。だからそういう話は。怖い？確かに見たって人いるけど、
あんまりこういう話ってするべきじゃないと思うんです。自分が責任かぶりたくないだけじゃないですか。でも事実じゃない？ D 君か、あんなことになっちゃった原因とか、幽霊の噂が広まった理由とか、何かわかんないかな。都合よく黙んないでよ。自分らのせいだってことぐらいわかってんでしょ。誰も助けなかったから恨んでるんじゃないかってみんなはそう言ってます。私らはまだいいけど、佐伯くんとかいつか殺されるって。てめえも同罪なんだよ。殺される？佐伯くんとか黒田くんってタタラくんと同じバスケ部の子がいるんですけど。え、すげえね。そうです、部に入った頃は仲良かったのに、気がついたら T 君パセリに使われてて。で、気がついたら貢がされたり殴られたりしてたって。だって T 君笑ってるだけで全然抵抗しないんです。だからみんなも調子乗って。それは優しさだったんじゃないの？だけど変じゃない？どうしていじめられてるのにずっと一緒だったの？そこまでは。だけど他に居場所なかったみたいだし。そんなことでいじめられても我慢しちゃう？プライドってもうないの？だけど彼はそれを選ぶしかなかったって思うんです。それはどういう意味？ごめんなさい、これ以上私はもう許して。許されてんのかおめえは。ごめんね、ありがとう。君は誰？一の C 生徒会役員 F 君。まだですか。興味本位で知りたがる人結構いるんだよな。あいつについてどうって言われても存在感を使ったってことぐらい。ランチはなしってわけ？ま、そうです。いつもはいるんだかいないんだか、佐伯たちにからかわれている時以外まず目立つことなんてなかったから。クラス全員でいじめてたって聞いたけど。そう言われるのは心外だな。いじめるやつといじめられるやつ、それと関わろうとしない生徒と教師がいただけのことじゃないですか。このガキ。あいつ、T は全くって言っていいほど自己主張なかったからね。わあ、こいつら、いじめられていい理由を探してし。おとなしいっていうのがいじめ生徒化するわけ。わあ、ほら、同じこと言っちゃったよ。しませんよ。けど学校にしろ、世界情勢にしろ、人間社会の中でいじめとか喧嘩とかは必要わけでしょ。自己存在の主張とアイデンティティの確立、この二つがクリアできなければ生存権は得られない。うわー、いじめを正当化しようとしてし、彼はそれができなかった。いじめられた奴のせいにしてし、 T はターゲットにされるべくしてされたんですよ。意思が感じられないわけ？全くね。だからまさか自殺するなんて少なくとも僕は思わなかった。自殺するのにも決断が必要ですから。意外だった？そうですね、僕にはかなりマシな幽霊になるなんて話は信じられない。そうでしょ、だって彼から一生感じたことは一度経ってないんだから。ところで生徒会の仕事あるんで失礼してもいいですか？歩き方変だし。なんだあいつ。偏差値だけ性的って適数って感じでしたね。君は何？髪染めてるじゃん。わあ、桜木花道みたいな髪色してる。
一の市男子バスケ部 S 君。何かよ。ディークのことを聞きたいんだけど。ディーク？ああ、ダタラのこと。そう、ダタラ君彦君。あんたら誰？なんでそんなこと俺に聞くの？それは、最近、タタラ君と仲良かったって噂じゃん？なんか知んないかなと思って。別に、部活一緒だったってだけだよ。意外とまとまってるけど、いじめっこらしいじゃん、あんた。みんな言ってるよ。みんな言ってる？俺は知らないけど。結構無茶なことしてたって話じゃない？岸井までそんなこと言え？傷つくなぁ。証拠あんの？証拠なんかないよ。あんたは責任ないって言うわけ？責任ってさぁ、どうしてそういう話になるわけ？タタラが死んだってのはこの学校のみんなで考えていくべき問題じゃない？一人に責任を押し付けて、はい、おしまいってならないだろう。わぁ、責任を逃れようとしてるじゃん。よく言う。ダダラ君の霊が出るって知ってる？先輩、あんたも大丈夫？あんたね、ちょっと。死んだ人間のことを詮索するのいい趣味じゃないよ。先輩たち彼氏いんの？そんなことやってって振られるよ。わ、怒る。行くよ、ちさと。え？こういう価値観が一個しかないバカとはいくら話しても無駄だよ。あれ、当たった？ごめんねー。俺冗談のつもりだったんだけど。わ、最近距離を置かれたゆかりさん。ゆかりちゃん。わ、君、佐伯くん前向かねえし。わ、背中で語るやん。文字通り。しさ、某所と付き合う人間選んだら？余計の手は？あ、そう。まあいいけど。俺のベル番知ってたよな、暇の時電話して。気が乗ったらね。じゃねえ。で、これからどうする？やっぱダメ。言い訳、責任逃れ、その上自殺。いちいち鬱陶しいんだよ。うん。だからさ、千里も変に感情移入しない方がいいよ。まあ、自殺した子も許さないタイプの子じゃん、ゆかりちゃん。今更手引くの？新学期このネタはやりそうなのに。無邪気にばらまける噂じゃないよ。関係者が多すぎるでしょ。私、まだ辞めたくない。え？私たち、肝心なこと、タタラ君の気持ち何も分かってないもの。だってあいつ何も言わなかったじゃない。言いたいことなんてないんだよ。あいつ、喋んねえし。待つんだよ。切れんだよ。だけど、だったらどうして出てくるの？私、今日もう一度行ってみる。本気？彼、今度はきっと話してくれるような気がすんな。うわぁ、ね、やべ、目が痒くなってきた。花粉症だからよ。薬切れてきたからよ。はい、やってきました。体育器具庫。付き合うのはこれが最後だからね、と
か言って付き合うゆかり。行こうぜ。まあ何か伝えたいことがあるのかな。あの何くんでしたっけ。タタラくんか。あ、ボール転がってきた。わお、なんで行くだけ。こんなとこバスケ部休まされてる、ここんとこバスケ部休まされてるはずなのに、しまい忘れたんじゃない。ああ、片付け行こう、じゃあ。え？やだな、先輩、ギャグでしょ？ちゃんとしろ。拾えなす。ゆかりちゃんやめよう。手出さない方がいい。うん。邪魔します。どうする？本当はバスケがしたかった子だったら。あ、ここじゃなくて、こっちか。え、体育器具の場所もう忘れたし。え、ここじゃないの？え、入れないんですけど。は？入れないんですけど。え、何？え、反対側でもないし。ん？なんかしなきゃいけないことがあんのか？ん？ボールはだって、なんにもないけど。何やちょっと位置が悪かったんかい。くそ、扉を開けるのにまさか特定の場所が必要だなんて。うちはいないみたい。あー、名前を呼んでみる。どうすればいい。呼び出しってできる。やってみようか。まあ、タタラくんで。タタラ？タタラってなんだっけ？タタラってなんかの漫画にいなかったっけ？タタラ、君彦くん？いるの？いたら答えて。トツカタタラか。出ないね。私はダメだってことかな。ああ、じゃあ、ミカ。やってみ。あ、しょ？学年同じなのあんただけだし。そんなの理由になんないですよ。いいから早く。反応なくても私のせいにしないでくださいよ。その、タタラくん？いるのかな？いたらお願い、ちょっとだけでいいから出てきてほしいなぁ、なんて。使えな。やっぱダメみたいですよ。おう。うわぁ、怖い。なにこれ。ちゅ。奥なんですか？出てきた。ここ写真撮れねえし、出てたんだろう。めっちゃ出てくるやん、普通に。あ、撮れた。誰なの？どうした？キャー！わー！
ちゃった。え、どうすればよかったんだ。え、大変大変、佐伯が、佐伯が。え、ミカちゃん落ち着いて、どうしたの。死んだんです。おお、え、佐伯が死んじゃったんですよ。しかも体育館で。え、もしかしてだけどさ、これあれ写真撮ったのまずかった。なんか写真撮ったらグエーって言ったもんな。もして写真は撮るタイミングみたいなのがあるのか。これ今回ガタボール撮るのに体育館の階段に登ってしたら、そこの手すりが傷んでて寄りかかった時に壊れて、そのまま頭から落ちちゃって、それで、まあ、あいつは別に死んでも、そっくし。やっぱ。やっちった。ただただ君彦の事件は終わっていなかった。今度は佐伯の血が合わせたり、学校中で叩かれることになった。佐伯が回廊から落ちたとき、誰かの鍵に突き飛ばされるのを見たとか、死の間際にただ君彦の名を叫んだのか、どれが本当でどれがデタラメなのか、本当のところは誰にもわからない。佐伯の死を知ったし、佐伯の死を知った翌日から、ザトは原因不明なんだよ。ザトは俺何日もこの水上とか続いた。私たちも随分心配したけど、1ヶ月ほど休んだ後、なんとか学校に出てこれるようになった。でも、中途半端に関わったという罪悪感はザトをひどく傷つけたようだ。彼女は今でも体育館に近づこうとしない。それもそうだろう。あの事件から何ヶ月も経った今でも、大学稽古の隅にうつくまっている彼を見たという噂が後を絶たないんだから。え？これやっちった。マジか。あ、あー、そうっすか。写真ダメだったか。かもな。そうなんだよな。多分今回のタイトルは写真と録音が選択肢とかじゃなくて、なんか任意というか、なんかタイミングがあるっぽいから、多分俺写真を撮ったタイミングがいけなかったと思う。その辺いかがでしょうか、ゆうゆみの少年くん。ということで、やり直しです。はぁ、あ。動画何分撮ったかな ?48 分か。微妙だな。でもまあ、今回はこの辺にしておきましょうかね。次、やり直しをするんで、まあ、いろいろ、多分、うまいこと編集で、なんとかしてくれると思います。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ひよこまるでした。さよなら。